はい。うわ、ダチョウがいっぱい。はい。ダチョウ紹介シリーズ。はい。第3弾。さて、今日は。今日は、この子たちもまあ可愛いんですけど。はい。こっちの。はい、この子でーす。はーい。あー、行かないです。はい。このオスダチョウですね。オスダチョウです。はい。うるさいぞ、お前たち。マイクつけてるから大丈夫でしょう。はい、この子のお名前は？はい、あなたも可愛いんだけど、オスダチョウの名前はないんですけど、はい、通称ハグリッド。ハグリッド。はい。森の番人ですか？そうですね。あの番人的な怖いイメージではなく、はい、あの野鳥さん、でかいんですけど、すっごい大きい子なんですけど。でか。そう。だけど優しい子なので、うん、まあ、優しい、心優しい巨人的な意味合いですかね。なるほど。そう、ノンハグリッドちゃん、ハグリッドくん、オスダチョウにも優しいし。ハグリッド、はーい。はいはい。なんかさ、お顔が大きいよね。体が大きいから多分他の子よりも顔大きいんだと思うんですけど。そう、なんか最近思ったのは、うん、その顔のでかいというか頭のでかい人の方が、うん、あの賢いのではないかと。でもなんかそれはありそう。なんかこの女の子たちは小柄だからまあ普通サイズの頭なんですけど、ハグリッド君はちょっと狭いんだよね。なんか脳みそが詰まってそう。でソフトバイト。人間が噛むと痛いということも分かってる。分かってるのかもしれない。はい、2人のメスダチョウと一緒に住んでます、仲良く、うん、まあ、今思えば毎朝ともちゃんを襲う、うん、オスダチョウ、はいはいはい、頭小さい。あ、毎朝襲うというなんか衝撃的なこと。襲われる、なんかそう、なんだろう、突っかかってくるヒナがいるのでね。私にだけね、多分大きさ、背の高さなんですけど。そう、ダチョウ界においては背が高い方が偉い。だからもう頂点のような、なんかヒエラルキーの頂点のようなダチョウなんだけど、優しい、大きいがゆえの余裕ですかね。触っても怒んないかも。大きいがゆえにおごり高ぶることはなく、うん、あ、ちょっとさすがに触られるのはやっぱごめんね。戻ってきて。でもこの子が、ハグリッドがここのパドックに入る前は、うんうんうん、移動させてきたんだよね。あ、そうなんですよ。一番端っこに今ヒナが入ってるところにいて、はいはいはい、でももうこっち側が全部ヒナのパドックにしたかったので、お引越しをね、お願いしたんですよね、この3羽には。よくこのでかいのを連れてこえたね。そう、通路を通すときがやっぱり全然行ってくんなくて、小松菜でこうおいでおいでって特に何も策もなしにやって行ってくれた。すごい。あとはもうあのなし崩しに、そう、開けておいたらいつの間にか引っ越してくれた、ね、なるほど。はい、あ、水飲んでる。ハグリッドくんの魅力は、まあ、その優しい心と堂々たる体育かな。なるほど。はい。一番立派、最大級だと思うね。ここの牧場で一番。うん、まあ、同じくらいの子がいるかなぐらいだけど。なんだろう。優しさとかさ。ああ。ダチョウっぽさとかさ。わかる。いろいろなパラメーター合わせて総合評価。うん。トップなんじゃないですか。ね。隣のオスをちょっと写すと大きさが違うもんね。あ、ごめん、そんなちっちゃくならなくていいんだよ。ちょっと動画が分かってんのか。もう多分もう足の位置がちょっと地面の位置もあるか。でも体高っていうの。そう、体高。腰のこの高さがもう。そうそうそう。違うよ。大きい。足も長いし首も長いよね、ハグリッドはね。ね、
という感じで。足も綺麗だしね。でこの子の踊りはすごいですね。迫力があるよね。そう。今日は踊ってくれないようだけど、あのメスに向かってよく踊っている熱心なオスです。はい。うん。お、いい感じに歩いてるじゃん。かっこいいよ。というわけで、はい、ダチョウ紹介ハグリッドくんでした。